ックボクシングの黄金時代では様々な最上級選手らが最強を求め戦いを行っていたが、その中でタイ国最強の王者ブアカーバンチャーメイクとカリスマの王キロ・ヤスヒロが唯一最後の2人で残った。黄金世代最後の2人が今宵ラジャダムナンスタジアムの舞台で戦いが行われる。木戸康弘です。キックボクシングの団体 MA キックボクシングを一番最初にチャンピオンになって、でその後は K1 ワールドマックス2008に日本王者、日本の中では野球サッカーでものすごい人気なスポーツなんですけど、この2つに K1 が乗っかったぐらいな状態でしたね。でもどの会場行っても K1 の会場行ってもやっぱ1万人1万5000人がもうパンパンにお客さんが入るぐらい盛り上がってたし、やっぱそこに名前がポンと出てくるのをまず一発目にブアカオ選手が出てくるんじゃないですかね。まず、まあ、一言で言うなら化け物、半端じゃない、とんでもない人間だなって思った。身体能力も半端じゃないし、動き、技術、もうちょっとレベルが違うなと思いましたね。誰がこの男に勝てるんだっていうぐらい本当にもう化け物、モンスター、もうなんか立てる言葉はないぐらいすごい強かったし、まあしかも当時の自分はまだ全然同い年にいながらこんな化け物いるんだと思ってたし、でも僕の前世は今なんで、そこに差がすごいでかくあるかな。僕は本当にスピードも落ちてないし、テクニックは当たり前ですけど上がるし、スピードもパワーも落ちてないんで、はい、変わらず来てるんで僕の方が分があると思ってます。パワー、ブアカオ選手、スピード、ブアカオ、テクニック、ブアカオ、スタミナ、ブアカオ。俺勝てないじゃん俺勝てないですよね違うわ俺K1 MAX、 昔のその K1 MAX の多分本当に最後の生き残り2人だと思ってて、今なり現役でやってる中で、その中で本当にやっぱ最後に残った人間2人の、多分その今現役でやってる中で、まあ、昔マックスで出た人間多分ゼロではないと思うんだけど、まあ、この2人で、前回そのアンプルケア選手がそのドローになってるって言ったところもそうだし、これで勝てば多分自分より強いキックボクサーの40代はいないって世界でもう重くし言えるかなと。判定にはしたくないですね。勝っても負けてもKO で盛り上がる試合をしたいですね。まあもうもちろん勝ちに行きますけど。ブアカオ選手、あんまり強く蹴らないでね。